続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のための携帯サイトディアガル情報です。8月23日、24日に開催されるキャラホビ2014の会場で来場者限定 DGS ボイスの配信が決定しました。僕と神谷さんの掛け合い限定ボイスを配信いたします。文化放送エクステンドブースに貼ってあるボイスダウンロード用のポスターから特設ページにアクセスしてください。ボイスは無料ですが、アニメロへの入会が必要になりますのでご注意ください。限定ボイスがダウンロードできるのはキャラホビ開催中の2日間のみです。ぜひゲットしてくださいね。今の編集できるの？できるよ。できないですよね。今なんて。できるって。完全にアニメロへののところもテンション違ったから編集できません。嘘。続いてアニメロでは僕、神谷浩史が真田俊平役で出演のテレビアニメダイヤのエースから、聖堂高校野球部の歌うエンディングテーマ、クラウド9の着歌フルが、独占先行配信中です。ダウンロードしてくれた方全員に、アニメロオリジナルダイヤのエースポストカードをプレゼント、ぜひチェックしてください。うん。そして、ディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。アニモロ会員になると、おまけ写真とレポートのバックナンバーが見られるようになります。絶対間違えてないっていう主張なんだな、それはな。さらに、ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。携帯サイトの方では、番組も丸ごと聞けちゃいますよ。アニメのミックスディアガーレは、携帯スマホから、アニモロで検索してください。絶対たどり着けね。アクセス待ってます。たどり着いてみろ。はい。では、ガルスタ編集部から届いた普通のストーリー、紹介していきましょう。ガルスタ編集部のお便り。夏祭りの時期ですね。先日アスキーメディアワークスの近所でもお祭りがあり、ガルスタ編集部のみんなで出かけました。夏祭りといえばヨーヨー、釣り屋、あれ？夏祭りといえばヨーヨー、釣り屋、かき氷などの楽しい出店。お二人の好きな出店を教えてください。今のも編集不可能でしょ。うん、なんでなんで懺悔室のあの人みたいになってんの、ひょうきん族の。なんでできるでしょできないの、なんで編集して急にところつまんじゃうと、お前のテンションがあまりにも違うから不自然になるんだって。一緒だよ、いつも一緒だよ。全く違うからみんなビビるんだよ。もう初音ミク並みに一緒だよ、いつも。全然違え。なんだよ、なんでそれで一緒だと思ってんのか、もう理解できねえもんみんな。もうじゃあいいよ、ヨーヨーと釣りができるんだよ。ヨーヨー釣りだからね。海釣りだよ、海釣り。フィッシュオンだよ。